大相撲春場所千秋楽24日エディオンアリーナ大阪東全頭17枚目孫富士・尊富士が110年ぶりの新入幕優勝を果たした入門時は部屋付きとして指導した安治川親方元関脇安美錦旭山親方元関脇琴錦ガソン富士の強さを分析した土俵上を疾走するような出足と速攻の押し相撲で 土俵を石鹸した孫富士土台は下半身の瞬発力と強力な上半身だ。中学時代から知る安治川親方は、すり足ではあるが、かかとを上げて陸上選手みたいに一気に出ていくので残しづらい、と解説した。足はまだ補足成長段階。だが、音羽さん親方は、逆に才差がいいのでは。贅肉がない分、早く動かせると利点も口にした。 速攻で F1 相撲の異名も取った旭山親方、元関脇、琴錦は、膝を使い、一発目、2をした、の後に、体を戻す速さがあるから、2発目、3発目が出せる。前に出る力もある。何をするにしても一つ一つの動きが速い。力士が大型化している中、相手はついていけない、と2の矢、3の矢に移る素早さが快挙につながったと分析した。 上半身は屈強、入門時、すでにベンチプレスは220キロを上げていたという。音羽さん親方は、上半身を含めほとんど筋肉、脇が開くことがほとんどなく、圧力があって押し込めると話した。原点は中1から本格的に通った、津軽旭富士ジュニアクラブだ。当時監督の後ろ谷越清彦さん、61は、バネもあったし、 センスもあった。でも体が硬く、力もなかった。最初は腕立て伏せ、また割りもできなかった。ノルマを達成するまでは相撲を取らせず、基本を徹底的に叩き込んだ。さらに、とにかく攻めることだけを教えた、と同監督。目先の勝利にこだわって叩き込んだりすると、腕立てやスクワットの罰則を命じた。怪我をしないために、前に出る相撲を取るしかない。 との考えが根底にあり孫富士は星が体に染みついている。生きてきた中で当時が一番厳しかった、と笑う。同場までの約30分、冬場は雪深い中を歩いて下半身を鍛えた。干したまわしが凍ることもあったが、基礎運動で温めて溶かした。故郷で土台を築き、快挙につなげた。生まれ変わったら、ライオンかチーターになって狩りをして生活したい。 と独特の感性を持つ神聖。本能のまま、さらなる成長を見せる。